友よ、こんにちは。今日いかがでしょうか。ご健康を祈ります。今日の題はゲタを預けよう。これについて考えましょう。このような表現をこの頃あまり聞けないんですけれども、ゲタを履いて歩く人の姿も少なくなっているような気がするんですね。どうでしょうか。ゲタを預けること、その意味は何でしょうか。やはり託す、頼む、頼る、信頼する、このようなものではないでしょうか。そしてこの考え、このような心、いわば信頼心、非常に大切ですね。こういう話があるんですよ。ある小さな坊やは、7歳か8歳か、庭の方で穴を掘っていったんです。途中で大きな石に当たったんです。持ち上げようとしたけれど、できなかったんです。旗から見てた、その父親は、やがて声をかけた。坊や、君は力全部使っているの？うん。父ちゃん、使ってますけれど、重くて持ち上げられないんですよ。と答えたんですね。そして、その父親は、いや、あなたは力全部使っていないんです。私に聞いたら、私頼んだら、喜んで助けたはずですよ。と。そうですね。私たち人間も平和の世界が欲しいです。自分の力だけではできません。神様に頼って、そして求めましょう。ではまた明日ね。明日まで。友よ、こんにちは。今日いかがでしょうか。ご健康を祈ります。今日の題はゲタを預けよう。これについて考えましょう。このような表現をこの頃あまり聞けないんですけれども、ゲタを履いて歩く人の姿も少なくなっているような気がするんですね。どうでしょうか。ゲタを預けること、その意味は何でしょうか。やはり託す、頼む、頼る、信頼する、このようなものではないでしょうか。そしてこの考え、このような心、いわば信頼心、非常に大切ですね。こういう話があるんですよ。ある小さな坊やは、7歳か8歳か、庭の方で穴を掘っていったんです。途中で大きな石に当たったんです。持ち上げようとしたけれど、できなかったんです。旗から見てた、その父親は、やがて声をかけた。
ぽよ、君は力全部使っているの？うん。父ちゃん、使ってますけど、重くて持ち上げられないんですよ。と、答えたんですね。そして、その父親は、いや、あなたは力全部使っていないんです。私に聞いたら、